東瀬川は神奈川県鎌倉市の長瀬地区を流れ、由比ヶ浜海岸で相模湾に注ぐ河川。万葉集に、皆の瀬がパクと記されるのはこの川とされ、皆瀬川が転じて、稲瀬川という名になったという。鎌倉時代初期においては、鎌倉の西の境界とされていた。また、江戸時代に作られた歌舞伎作品では、江戸の隅田川に見立てて、名前が使われた。 現代、稲瀬川川口部に並行して、東側に、南の瀬川が流れる。本校では、稲瀬川と、南の瀬川について説明する。稲瀬川の非現代、長瀬地区の由比ヶ浜では2本の川が、約20メートルの間隔を置いて、海に注いでいる。鎌倉市発行の行政地図では、西側を流れる川が稲瀬川、東側を流れる川が、南の瀬川と呼称されている。 20世紀半ばまでの地図では、両者は川口付近で合流し、一本の川として海に注いでいた。鎌倉市は条例で普通河川を定めているが、稲瀬川、皆の瀬川とも普通河川には指定されておらず、河川管理上は水路の扱いである。東瀬川は、長谷尾宿に源流があり、高徳院の東から長谷間の温泉交差点付近へと南下する。 長谷観音前交差点以北は多くが暗挙となっている。開挙が始まる交差点南側には、三橋の名と1926年4月の日付を記した橋の親柱が残されているが、下流にある同盟の三橋との関係は不明。江戸時代後期に編纂された新編相模国風土機構では、長谷観音門前で稲瀬川を渡る江島道の石橋として、 平橋の名がある。長瀬観音前交差点から南下した流れは、江ノ電長瀬駅の北でほぼ直角に曲がって、東に向きを変え、住宅街の中で再び南方向へと流路を変えていく。海岸沿いの国道百三十四号をくぐり、由比ヶ浜の海に注ぐ。稲瀬川には上流から以下の橋がかかっている。九百二十三年九月の関東地震に関する。 記録では、8世紀前に、平境があったとされ、この橋まで津波が遡上したという。鎌倉市の津波ハザードマップでは、現在の新宿橋付近を示している。みなの瀬川が海峡となっているのは、川口部のみであるが、源流は、笹目が谷にあり、大部分が暗峡である。川は、笹目が谷から出ると南西に向きを変え、吉谷信子記念館前の道路の下を流れる。 なお、吉谷信子記念館前の道は、中世に、長谷工事と呼ばれていた道筋と考えられている。川は、鎌倉文学館前の道に突き当たって南へ、文学館前交差点で西へと流れを変えた後、海岸通りバス停付近で南に流路を変えて海へ、向かい、江ノ電長谷4号踏切の下を通り、国道134号より下流で海挙となる。辞書によっては、 ささめが谷に源流を持つ川を稲瀬川と解説する。また遺跡発掘調査報告書に付された地図にこの川をささめ川と記すものがある。1923年3月に鎌倉町青年団によって混流された稲瀬川の石踏みがの瀬川川口付近の国道134号海側にある。瀬川は 由緒ある川であるために、江戸時代の地種類以降様々な交渉が行われ、現地でも故障と同定に混乱が生じているとされている。上述の通り、稲瀬川には、皆の瀬橋がかかり、稲瀬川の石踏みは、港瀬川下半にある。19世紀初頭に成立した、江島道見取り江津は、東海道藤沢塾から、江の島付近を経由して、鎌倉の下馬に至る。 江島道を描いた絵図である。長谷村の中心であった長谷間の温門前で、江島道は大仏方向から流下する川を橋で渡っており、この川に稲瀬川という中期がされている。また、天縄明神門前を東に過ぎたあたりで、無名の川を水抜きで通している。天保12年成立の地市、新編相模国風土機構の長谷村の節では、稲瀬川について、 原波御子が、学より出て、南流氏村内にてゆいが、浜に返すと記す。御子が学についても小説があるが、道書、長谷村の不死で長谷村の東にある山とされる。稲瀬川の河には吹きとして、また商名親の谷間より流出する小川あり、上の町を経て、南流氏村内にてと、瀬川に合す。これの川に、石橋を貸す。兵が橋とことある。 天縄神明神社付近の山から発する川を稲瀬川とみなし、大谷から流出する現在の稲瀬川がそこに交流するという描写である。明治初年に作成された迅速速図では、現在の稲瀬川が稲瀬川の名称で描かれているが、現在の稲の瀬川に相当する川については、久しずされていない。1902年発行の鎌倉遊覧実る測地図では、 大仏北東の谷から流下する現在の稲瀬川が稲瀬川として描かれており、川口付近で新名社南側から描かれる川と合流している。1941年発行の鎌倉市及び近傍名細地図では、笹目渓谷方面から流れてくるの瀬川が描かれている。この港瀬川は大仏方面から流下する川と川口付近の長蛇で合流し、 一本の川として、海に注ぐ形で、久しずされている。口述の通り、万葉集巻14.3366下に、ノの瀬川クの歌がある。新編相模国風土気候は、万葉集に登場するミナセカは、セの瀬川、よび以後の若で歌枕として使われた、セ瀬川を稲瀬川と同一とし、ミナセ瀬川が本来の名前とした上で、稲瀬川は、その天下と交渉する。 新編相模国風土機構によれば、稲瀬川という故障は、東鏡に初めて登場する。自称4年10月、源、頼朝の妻である、北条政子が鎌倉に移住する際には、鎌倉入りの日柄を調整するために、数日間この川辺の民家に投留した。元略元年八月には、平家追悼使として出陣する、源の範頼の軍勢を、頼朝が、 稲瀬川のほとりに桟敷を設けて見送った。鎌倉時代前期、稲瀬川は鎌倉の西の境界として認識されていたとみられる。文治元年8月、頼朝の要請を受けた後白河院の命令によって、源義朝及び従者鎌田政清の首が探し出され、大江校長が直視として派遣されて、頼朝に引き渡された。この際に、頼朝が出迎えた場所は、 新帝像を報国史体系収録の、東鏡が、底本とした北条本では、片瀬川であるが、吉川本によれば、稲瀬川である。上級3年の上級の欄においては、5月21日夜に、門出した、北条康時は、稲瀬川のほとりにあった、藤沢清金の屋敷に宿泊し、22日未明に、京都に向けて出陣した。現行3年、 日泰吉貞の鎌倉攻撃の際には、戦場となり、日泰一族の大立宗氏がこの下半で討ち死にした。万葉集巻14.3366歌は、皆の瀬がパクを読む歌である。朝、悲しびさねみわなみゆきゅうか朝久しりょうのお、皆の瀬が白児を思うほみとなぶがまいつくしみさねにわれは、行く鎌倉の皆の瀬川に潮見つつなむか川を渡って、女のもとに通う男が、 川に潮が満ちて遮られてしまうだろうかと歌う。以後の和歌においては、水瀬川として歌われることとなった。万葉集で一つ前に載せられた3365かも、同じ鎌倉を舞台とする総文歌鎌倉の御腰の先の願方への君が食いゆうべき心は、もたじで、こちらに歌われた、御腰の先も、歌枕となり、しばしば、水瀬川と一体として歌われることとなる。 例えば、堀川百首には、源の県中の、鎌倉や三しか、竹に、雪消えて皆の瀬川に三つまるなりがある。青とを花くれない災画の稲瀬川勢揃いの場江戸時代に制作された歌舞伎作品では、同時代を鎌倉時代に、江戸を鎌倉に読み替えた作品が多い。二代目、川竹新七は、隅田川を置き換える舞台として、 稲瀬川をしばしば登場させており、実際とは異なる大きな川として描写された。青こを花くれない西川、は、江戸時代の盗賊日本左獲物をモデルとする日本大絵物ら、白波五人男を描く作品であるが、北条時折の頃の鎌倉が舞台と設定されている。五人男が船で逃れるために稲瀬川の土手に勢揃いし、鳥手に囲まれながら、見えを切る場面が、 見せ場の稲瀬川勢揃いの場であるが、舞台背景には対岸に浅草の松千山聖典が描かれており、明らかに隅田川とわかるようになっている。このほか木弥の作品では、小袖曽我麻美色類に稲瀬川百本杭いの場が、八幡祭り小餅月にぎやかに稲瀬川波よけの場がある。百本杭い、波よけは隅田川の両国橋周辺に、 川岸の保護のために打ち込まれた多数の杭、百本杭を表す。木みの作品以外では、桜姫等文章に稲瀬川の場がある。ありがとうございます。